ってる、二人とも。こう山登って何がしたいかって言ったらね、おしゃれー。はい、出てきました。いつになりますかね。とりあえず今ストックがもう4つぐらいしかなくなっちゃったんで、あ、うん、5つかな。それが終わったらなんで1ヶ月後ぐらいには多分わかるかな。そうなんです。意外と早かった。意外と早いですよ。俺の世界一周や、あの、や、一緒にやってたさ、はいはい、そのアフリカで一緒だった友達は120カ国ぐらい行ってんのにさ、もうさ旅終わって5年経ってんのよ。まだ3、40カ国ぐらいのさブログ書いてる。ソフトの動画撮りたいんで。ソフトなの。今日どこ登るんでしたっけ。なんていう。え、なんすか。ナスだけ。ナスだけ。はい。ということでナスだけに登ります。今ね作戦会議してます。じゃあねこれから。登ります。じゃあね富士山ぶりの、登山ということでね、まあ、どうなることやらってことなんですけど、そんななんかめちゃくちゃ高い山ってわけじゃないんでね。いいんじゃないでしょうか。はい。行きましょう。この右につけてる。本当だ。あ、これがあるんですね。あ、モンベルなんだ、しかも。モンベル。もう入ってない。雨なんですけど。え？いざ動画を向けられたら。話せない。何話せばいいか分かんない。何でもいい。いつも通りに話してくれれば。花井さん、いいです。雨男、雨女いますか？いや、俺は大丈夫です。What were you thinking?でしたっけ、あと5時間くらい。あと5時間5時間5時間私はね、この山登りをね楽しいとは別に思わないんですけどね、その山登りしてるといろいろね、いろんなことを考えることができるみたいな部分ではいいなって思いますね。じゃあこの感じ、めっちゃニカラグアの、ね、時のニカラグアかな、どっか山登った時のやつを思い出しますね。慣れるんですよ。で、休みの日とかは今回ね、こう山登って何がしたいかって言ったらね、コーヒーを飲みたいと。で、ただのコーヒーを飲んでもしょうがないっていうことで、今回ね、インパーフェクトっていう表参道のとこから買ったねコーヒー豆を持ってきてですね、ミルも持ってきたんで上で引いて飲もうじゃないかと。で、次にレビューもね、ひれぴかなと思います。からね、こう水の音が聞こえるんですよね。ここは中国地方最高峰百名山。なんか行けるのこの近辺で栃木県とか。めっちゃ幻想的ですマジこのなんか映像。え、見てください。なんかお、暗い、ちょっと暗いですけど。あ、いいですね。あ、いい。え？さっきまで霧がかかってたけど。パッと晴れてくれましたね。その避難小屋もなんか塗り直したみたいな木ですよね。思ったよりスムーズに来れましたね。ラストです。着きました。今日のアルプス最終の。え、こちらが小屋です。やばい。浜崎さんの給料うまい。すげえ映る、二人とも。やばい。はい、朝日岳もあと 200m ってことで登っちゃいましょう。登っちゃいましょう。よし。いや、200ならすぐだな。え、ここ一回登ってまた戻ってきてからね、ここから1時間ぐらいかけてね、あっち側に行くみたいです。え、これなんですか。ブルーベリー。あ、ブルーベリー。そこにもめっちゃある。え、ちょっとブルーベリー食べたいっす。野生のブルーベリーをちょっといただきます。それ見てください、これすごい青いか、こっちの方がいい。いただきます。あ、
なんか甘さは少ないけど酸味があって美味しい感じしますね。バモス。バモス。朝日岳、標高1896メートル。着きました。着きました。いいですね。いい汗かいてますね。はい。ここからちょっと一息ついたら次は次なんていうところでしたっけ？三本槍岳。三本槍岳。あちらに。あっちのですか、あれですか、はい、多分あっちの方の1時間ぐらいかかるらしいんですけど、それに登っていきたいなと思います。あちらをご覧ください。片岳のブルーベリー狩りです。ブルーベリー狩り。霧が結構出てきちゃったんで、あの三本槍の方はやめてですね。あ、どこでしたっけ？チャウスです。チャウス岳っていうね、ところちょっとまた道を戻ってですね、その戻って途中をね、またちょっと違う方にこう入っていくとね、あるらしいんで、そっちに行きたいなと思います。え、そうです、ビーさんのこの髪型。はい、避難小屋に到着しました。ここからコーヒータイムです。じゃあコーヒー飲みますか。ということで今回はね、このインパーフェクトっていうね、あの表参道にあるコーヒー屋さんのコーヒー豆を買ったんで、これをね開封してみたいなと思います。じゃあ早速、なんかね、持ち運びのミルとはちょっと違うんですけど、今回いつも私が使ってるこのミルを使ってね、引いていきたいと思います。でもあれで一人分しかできないんで、おまだ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 。あ、そうなんだ。OK、 OK、 これ30秒ぐらい寝かしてから。ダメかな。乾杯。あっ何しとるんかと思ったわ。うまっ。マジか。これだ、俺がこの動画で伝えたかったのは、山の中で山登ってコーヒー引いて飲むのがどんだけ美味しいかってことなんですよ。でマジで美味しい、これ今飲んだ方がいい。行きます。はい、それでね、今ちょっとコーヒー飲んだりしたんですけど、晴れてきたんですけどね、なんか他のみんながもう帰りたいって。帰ろうかなと。とりあえずこう下ったらね、今度あのチーズケーキ。みんなでちょっとチーズケーキとかね、この下って近くに、ね、いろんな観光地というか見る場所あるんでね、そっちを見ていきたいなと思います。正座で。これは通った記憶があります。駐車場に戻ってきました。いやー、皆さんお疲れ様です。ということで、ちょっと次の目的地に行きたいと思うんですけど、まゆさん次どこ行きます？チーズケーキ、それとも温泉先ですかね。あ、温泉に行ってからチーズケーキ屋さんに向かいます。はい、ということで、じゃあまずはね、なんか良さそうな温泉があれば行きたいなと思います。汗を流したいですね。はい、ということで、あの温泉入ろうかなと思うんですけど、入浴日帰り温泉がね、ここでできるらしいんで、ちょっと入ります。バモス。結構立派なとこですね。はい、ということでね、今日を守る会っていうね、この温泉施設、日帰り温泉できるんで入っていきましょう。はい、ということでね、入ってきました。いや、マジで気持ちよかった。なんか久しぶりにというか、今まで入った温泉の中でトップ3ぐらいに入るぐらい、1000円安すぎじゃないっていうぐらい良かったですね。シャンプーリンスとかもなんか全然悪くないかなって感じるし、どうでした？最高でした。最高。泊まりたい。泊まりたい。泊まりたい。最高でした。最高でした。最高でした。雰囲気最高。ってことで、これからここちょっと下って、アジアンオールドバザールかな、カフェ
に向かいたいなと思います。はい、ということでアジアンオールドバザールにやってきました。これ、ね、早速アジア旅行へようこそ出ていますけどね、ちょっと楽しんでいきたいと思います。いやワクワクですね。あんま時間がないんでね、パパパッと見ようかなと思います。来ました。ずっと来たかったんですよ。なかなか来る機会がなくてね、やっと来れたんでね、ちょっとさ楽しんでいきたいなと思いますね。はい、じゃあ見ていきましょう。ちょっと、これどうやって一番謎だった今。情報ある感じ。だからインドネパールとかインドネシア、タイベトナム、こんな感じでいろいろあるみたいですね。音楽もすごい。9月30日は10月1日はなんかちょっとハロウィンナイトみたいなのやるみたいですけど、まあちょっと見ていきましょうかね。よし、本タイベトナムゾーン、タイベトナムゾーン、いいですね。なんかコンパクトにアジアが詰まってる感じしますね。楽しい。はい、上登ってきたんですけど、ここ結構飯ゾーンみたいな感じ、いろんな国の飯が食えるみたいな感じらしいです。いいっすね。で、ナシゴレン、焼きそばです。サウナイスいいっすね。めっちゃいい、くつろげます。あ、いいわ。あ、そう、肖像パフェ。え、ここに電話したんですよね、さっき。そうそうそう、ウェイ、チーズケーキタイム、おしゃれ。とりあえずこのケーキシエスタセット、好きなケーキとスコーン一つで、チーズケーキと、あとはコーヒー、森のブレンド。ごちそうさまでした。待ちます。コーヒー、ミルクティー、ミルクティー、クラシック、クラシックアイスコーヒー。カフェラテ、いや、なんだっけ、カフェラテ、え、アイスクラシック、アイスクラシック。乾杯。乾杯するもんですか。いや、お疲れの乾杯で。すいません。うまいわ。来ました、最高。はい、ありがとうございます。チーズケーキ、かわいい。ありがとうございます。すごっ、うん、すごい、やす。これスコーンとかね、とりあえずこのチーズケーキがね、いきます。シフォン、うまっ。うまっ。いや、マジでうまい。チーズケーキ入ってんの。俺しか映ってないですよ。うわ、美味しい。めっちゃうまい。うま。正直コストコのチーズケーキとかも美味しいとは思う人だけど、やっぱこういう風に食べるとね、やっぱ違うなって思いますよ。思うわ。入ってるからね。いただきます。食べれない。シフォンケーキって普段あんま食べないから比較とかできない。ふわふわ。スコーン。うま。車内のチーズガーデン到着でーす。イエーイ。チーズガーデンということで。お、車行ったじゃん。お、あ、ちょうどいい。来ました。チーズガーデン。チーズガーデン来ましたね。イエーイ。楽しみ楽しみ。さあ、今日はチーズ尽くしということでね、何をいただこうかな。はい、ね、さっきチーズケーキ食べてね、特に何も今回買わなかったんですけど、結構いろいろみんな買ってたかな。はい、じゃあちょっとね、今度は、那須高原ビール工場ですかね、やってきました。ここで1杯か2杯ぐらい飲めたらいいなと。はい、
どんな感じのとこか見てみたいなと思います。ショーズライフみー。レストランはでも終わりなんだ。どうする？クレジットカード、ペイペイとか使えない？ペイペイも中国でも使えない。了解です。IT ペイペイ700の電子マネーをご利用いただけるんですけど、クレジットかしこまりました。こちらからの操作をお願いしております。金額ご確認の上お願いいたします。めっちゃ美味しそう。まさきさん冷蔵庫に入ってるらしいです。まだこれが愛子様がどうのこうの。じゃあ俺一人だけ、せっかく来たんでね、こちらを飲ませていただきます。どうぞどうぞ。乾杯。あーうまい。とりあえずこんな感じですね。おしゃれなやつ、愛と夢那須高原ビールということで、はい、来ちゃいましたよ。いただきましょう。とりあえずこのね、栃木シャモね。なんかちょっとね、今みんなお酒飲まないんで、自家製とちおとめソーダとね、梅酢ソーダを注文しやした。いただきます。今日の後半でうまいね。マジで忘れる。わあうまいわ。どうぞ。うまっ。カメのとこが言っちゃった。いやうまいわ、全部うまい。キリいただきます。びっくりした、今こう来るかと。今日はちょっと、はい、お疲れ様でした。そうです。ありがとうございます。山登りありがとうございます。カフェでありがとうございます。カフェネット、朝日だけ。いや、これは梅酢。これ梅酢です。すみません、ちょっと飲んじゃった。もう一回。あ、ごめん。間違えました。じゃあもう一回ちょっと。すみません、使ってほしい。はい、使ってあれ逆止めそうだって大きしたの。俺たちも面白かったいただきます。一番食べたかったのがこいつ、ハツかな。それがハツだ。いただきます。うわコリコリがたまらん。うわ焼きねぎりめっちゃ美味しかったってことでね、はい、やばこんな感じでね、今日はまあ今日何曜日でしたか。火曜日はこんな感じでした。また次のところお会いしましょう。この後は